何回か忘れました取り物正直正直全然わからない正直に言わせていただきました大事なのは数じゃないからそう質さあ今回数じゃない意味がわからないどこやるかが大事なの退場あーもう早い早い早い前回生質問コーナーみたいな電話のね電話でやった企画で決めましたはい広島東洋カープやったイエーイセリーグ1位イエーイということでね、はい、広島東洋カープのノリさんに登場していただきたいと思います来た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 俺やで誰やで払えんしかお前またね経費で払わされていますこちらありがとうございますしかもかっこいいのよこれめちゃめちゃかっこいい優勝のやつでさえまちょっと高かったんだけど、ま、かっこいいからこれにしましたかっけえ去年だねうわ広島東洋カープの乗り物ということでやっていこうと思いますいくぜ今回ね、7名用意します当ててくれよ頼むぜお願いしますはいお願いしますカープもできんのかないやできんのかなあ、もう分かったこのやる気になりましたおぉめっちゃ似てるはい、じゃあタボさん菊池雄星うわっ惜しいそんなことはい、菊池雄星選手おぉ今やばい今の会場はい今のは素晴らしい会場素晴らしめの会場ねおじゃ早すぎ早すぎこれすごいじゃあ2人目お願いしますやりましょうデリップアチューああ似てる。もうやばいねこれ。クオリティがめちゃめちゃ。それでは京平さん、はい、どうぞ。丸選手。はい。ピボン。ナイス。キック丸コンビね。ここまでは。じゃあ戻っていいですよ。それでは三人目。はい。なんちゃなんちゃなんだ今度は。クセ強そうなやつ来たな。おお。わあ。ええ。なんかすごい。出た。ギリギリボールだったね。ギリギリボールだったね。ええ。うわ。次打つよ。次打つよ。次打つよ。打って打って打って。俺行くよ次。いた。投げ方まで。乗り物のすごいところは細かいところの。これがすごい。マジすごい。すごい細かいところ。ちょっとこれよ感動もんね。はいじゃあまんまだ。タボさん。はいよ。早いんだよな。じゃあ上さん。新井選手はいはいピボンあ、すげえこれこれこれそれでは4人目4人目どうぞおおおおうわいかつってか今日服がリアルだうわいやこれねシンプルなように見えてこの人しかいないからこのフォームこの腕の感じこの感じね絶対これ似てるんだうわこれテイクバックのここめっちゃ似てるそうそこそこ似てるそこ重要どうぞ鈴木誠也選手おいやばいねめっちゃ当てるやんはい、5人目あー、もう癖がもう、まあ、似すぎてるなんでこんな似せないのマジでこれしかないこれ当てたら永住権おー、これ大事だこれできなかったら2から3ができますよ乗り物自体それはまず1文字でも当ててくださいじゃあ1文字どうぞ前だ絵が合ってます絵が合ってましたよかった合ってたねピボンやばい回ってこないじゃん回らないから本当に体力でいいの俺こそいるんだよここ無駄な尺だ MC しかしない大事よ MC もはいそれでは6問目ピッチピッチあピッチャ新しく左用のグローブまでこしらえてやってまいりましたさあ誰でしょうかさあでもう分かったもう分かった勝ち方がうわーやば勝ち方に癖があるナボさんはいどうしますお疲れ様ですあーお疲れ様です自ら知ったでしょ一応言ってみるな田中はい、ありがとうございます。ジョンソン投手です。すげえ。すごい。やばいね。最後はもう僕から出す。あ、オッケー、オッケー。それではラスト、お願いします。お願いします。あ、うわあ、似てる。来ました。これちょっと行かせていただきます。どうぞ。大エース。前田投手。ナイス。さっきの予言だったんだ。どうぞ。前田。前田。
そういうことよ。予言までできるんだ。予言よ、予言。なるほどね。見つける力が大事です。ありがとうございました。成長な挨拶。カープ編の乗り物終わりました。終わりました、はい、終わった。すごいね。いやすごい。いやカープ難しいって言ってたけど期間空いたじゃん。もう まとめてきた。ありがとうございます。もう共演さんで全部終わってるもん。ありがとうございます。すごいこと。上手すぎて分かっちゃうんだ。これすごいことだからね。パンドラの箱が開いちゃったんだよね。カープのユニフォーム着てやるな。え皆さんはいくら正解できたでしょうか。はい、ということで、はい、ここでちょっとお知らせがあるんですけども。今僕がキャブってて、キャブが着てるあの新グッズの T シャツとキャップ、はい、即完売していただいて、再販が決まって、それを、ちょっと1週間前ぐらいに告知したんですけど動画で。そうだね、そのサイトが前代未聞のアクセス多すぎてパンクしたみたいな。サイトがもう壊れちゃって見れない人だらけで、飛べなくなっちゃって、サイトがちょっと変わって、そっから全部再販のやつ見れるんで。ただ再販の方、はい、本当にマジでごくわずかなんで、うん、気づいたらもうなくなると思うので、僕たちと同じこの新グッズ本当にかっこいいんで、チェケラしてくれよ。チェケラ、お願いします。 T 表で見せときますね。かっこいいよ。刺繍で結構で、サイズこれよく聞かれるんで、ここフリーなんで。ブラックがキャップもシャツも、うん、もう再販もうほとんどもうない、まあ、黒はわずかで、白はちょっとだけあるので。白めちゃめちゃおしゃれだからね、うん、白かっこいい、着やすいしね。おしゃれいい感じなんで、うん、皆さんチェックしてください。お願いします。よろしくお願いします。ということで、ノリのね、モノマネ、乗り物うまいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。あったタイムガルボー1年、俺が一番野球っぽい頭してるわ。ダメでねーやったGo ahead!